いきなり谷郷さんの話するけど、ラミーさ、面接受けた時ってさ、谷郷さんのことめっちゃ調べたの。そう、あの日記とかもね、めっちゃ読んだよ。ブログの最初から読んだもん。その時の谷郷さんって夢を追う少年みたいな感じだったんだよ。でもさ、今さ、起業家3位になった時のあの谷郷さんの顔よ、あれは大人になった顔だよね。今までラミーたちがさ、ベストガール屋号みたいに言ってたあの屋号じゃなかった。きっとこう守るべきものがたくさんでき、変わったんだなと思って。昔はね、自分がやりたいことがあるがために、自分の友達を巻き込んで一緒にさ、こういうことやろうぜみたいな感じで、時の空っていう存在ができて、どん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 こう社員さんも増え、マネちゃんも増え、タレントも増え、どん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 ホロライブってものが大きくなるにつれ、守らなきゃいけないものがものすごいたくさんできて、それであの起業家3位という顔なんじゃないかなって思うけどね。多分今ホロックス以外は屋号が泣いてんのさ、見たことあるからさ、本当は嫌だ、自分は嫌だけど、でもどうしても会社としてやっていかなきゃいけないんだっていう時に、こう決断を迫られた時の屋号泣いてた。ヤゴ泣いてるの何回か見た。あ、ミコチと一緒に泣いたエピソードね。そうそうそう。ミコ先輩、まあ、これもミコ先輩がね、なんかいろいろあって、もうちょっとダメかもしれないってなった時に、ヤゴが泣いて説得したんだって。やっぱりそういうことを得て、ちょっとずつヤゴは成長して谷号になっていったんだって思うわけ。いや、いい話やん、ベストガール。ヤゴのそういうところ、もっと聞きたいな。やべ、ヤゴガチ勢が出てきた。いや、でも、